新潮は、新潮社が発行している月刊の文芸雑誌。1904年5月5日創刊。新潮新人賞を主催し、川端康成文学賞と三島幸男賞と萩原作太郎賞の受賞発表を行っている。新潮社の純文学部門を担う位置づけとされており、同社の小説新潮が大衆小説部門を担っているのと対応なす。この、 新潮と文学界、群像、すばる、文芸は五大文芸史と呼ばれ、これらに掲載された短編、中編が芥川賞の候補になることが多い。佐藤義良が経営難のために手放した新生が前進。同志は長谷川新、和歌山牧水、生田長校らを輩出し、当時青年党講師のオスと言われた文庫と並ぶ。 青年派の一大勢力となったが、1903年に佐藤が編集を離れ、翌年、新潮を立ち上げた。総監当初より特定の立場に固執しない、編集姿勢を守り、近代日本の主要な文芸雑誌となった。歴代の編集長は、斉藤十一、坂本忠夫等で、著名な編集者に、菅原国隆、野平健一、小島佳子などがいた。 現在の編集長は、矢野優。佐藤明によれば、ことの経緯は次のようだった。1996年頃、ウィーン会議を舞台にした、メッテルニヒの電気を書く構想を話すと、新調編集者はぜひうちで掲載したいと応じた。パリで1年間の資料収集を行い、帰国後、掲載枚数と費用負担を担当と話し合った。そんな折、平野圭一郎。 日食を雑誌掲載で読む。これは私の作品、鏡の影のパクリだ。終作段階では多めに見ても活字にするのはまずい。その日食がなんと、芥川賞候補になった。それからほどなく、鏡の影は絶版にされた。まるで両作品を読み比べさせないかのように、4ヶ月後、3年来の書行400枚を渡したところ、 載せる余地がないので掲載は不可能と編集長に通告された。他作品の絶版後も告知なしなども重なり、載せる余地が平野の書き下ろしで引かれたのを知って、残った一作品も自分から半券引き上げを通告。今後、新潮社とはいかなるビジネスもしないと申し渡した。矢野編集長は、新潮十一月号の編集後記で、新潮十五に、 特集記事として掲載された文芸評論家小川栄太郎の論文を批判。同論文が LGBT と痴漢症候群の男を退避し、校舎の根拠こそ極めて根深かろうと述べたのは差別的表現だとし、差別的表現に傷つかれた方々にお詫び申し上げますと書いた。これに小川は月刊花田12月号で反論。当該箇所は 恣意的なイデオロギー圧力を安易に追認すれば、痴漢を公的に擁護する事態をも否定できなくなるという文脈で語られており、矢野の孤独である。編集者も寄稿者も表現を問う側であり、圧力をかけて雑誌を潰し、著者は放逐する裁き手ではない。編集権もない編集者が発言者の頭越しにわびるこれは表現者の人権を根本から踏みにじる暴行ではないか。 一著者に対する分断の権力者からの村八部宣告に等しい等を理由に矢野への公開質問状とした。矢野編集長は月刊、花田編集部のインタビュー申し込みを拒否した。ありがとうございます。